ブルースウルトラどうも小三治です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はヒロアカ最新刊の発売の情報を皆さんに共有します。では早速いきましょう。まず一冊目は僕のヒーローアカデミアコミックス最新30巻、ついに30巻、おめでとうございます。記念すべき30巻はダビダンス。30巻でようやくダビが動き始めるというところをツイッターでもトレンドに上がっており、ダビの正体を知ってしまっている方は多いかと思います。もちろんその演出も面白いわけですが、堀越先生のヒロアカにおいて重要なのは名前ではなく、なぜその名前なのか、なぜダビなのか、ここが面白い。つまりダビの本当の名前が分かってからが一番面白いと言えます。まだダビダンスは始まったばかり。また裏表紙は轟くんのこの表情。さらに今回はこちらの特典がついているそうです。堀越先生書き下ろしイラストカード。こちらの特典は数量限定のなくなり次第終了。配布店舗はすでに公開されているため、僕の概要欄にある URL から飛んで、おそらくあるとは思いますが、一応お近くのね本屋さんにあることを確認してから30巻買いましょう。2冊目は僕のヒーローアカデミアチームアップミッション2巻。こちらも待っていた方多いでしょう。最強ジャンプで連載中のヒロアカのスピンオフ。タイトルにもある通り、チームアップ本編ではなかなか見れない組み合わせのヒーロー活動を見ることができます。話数は覚えていませんが、ハガクレさんやおじろくんの話や、表紙にもある通り四月高校との話だったり、確かミネタ君の話もあったような気もします。ちなみに一つ前の第1巻はデク爆豪うららかさんミルコの話、デク爆豪ホークスの話、デク初音さんメリッサの話、ファットガムの話、メリッサの話、爆豪家の4コマ漫画。1巻を読んだことがない方はこれを機に買っちゃいましょう。このチームアップミッションは最後のオチがズバ抜けて面白く、1話1話でしっかり完結することを意識されており、非常に読みやすいです。3冊目はビジランテコミックス最新12巻。こちらのビジランテは最終章に入ってからかなり時間が経っておりますが、最近の最新話はガチのラストバトルに突入しそうな展開。そんなビジランテの最新刊、オールマイトラッパミルコ、そしてオクロック。まあ買う人は買うと思うので、読んでいない方に向けて紹介すると、表紙の通りこの3名の過去編、サーナイトアイやオールフォーワン、黒霧、エンデバーが倒したフードちゃんも登場してきました。原作を読んでいるのにビジランテ読まないのはちょっともったいない、むしろ羨ましいまでもあります。じゃあ12巻全部買えばいいのか、そんなことはありません。今の時代無料がセオリー。このビジランではジャンププラスで連載されている作品、ウェブやアプリから閲覧できます。初回は無料で読めます。もし繰り返して読みたいなとなれば単行本買うのがいいと思います。この初回無料は作品の連載が終わってしまうとお金がかかってしまう可能性もあるため、先ほど述べた通りビジランテは最終章の終盤に差し掛かっているため、今後の展開が非常に気になるところ。特に主人公がどうなのか、本編に来るのか、ここが一番注目されているところかと思います。ぜひね一緒に読みましょう。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。先生がバイバイ。